の、 あの沖縄民謡とか出てくるから、この前に暗い曲一生懸命やっとかないとか。あのちなみに自己紹介しておきます。私あのこの辺の界隈でバス運転手やってますって。だってこの辺の界隈でやってるバスって大体1社しかないからね。あの糸人なんですけど、訳あって主電人を追い出されました。なんかウサギ攻撃とかやってた記憶があるなみたいな。じゃあそういうことで、私主電人ですので、主電人に住んでる伊豆の天城というところ、天城峠ご存知ですか？まあ知らないことはないですね。そこでよくやる幽霊の方、幽霊の歌なんです。ちなみにこちらの方は天城の方ですので、バリバリ、はい、今島です。ああ、今島です。よろしくです。じゃあ天城トンネルに現れる幽霊をテーマにした天城の説を聞いてください。明るさだと多分次の方にかなわないと思うんで。ということでね、最後は。